ホームエスネア側店、株式会社、島ただは、埼玉県埼玉市に本社を置く、家具やインテリアなどのファニチャー関係の専門店と、日用品などを販売するホームセンターを運営する、ニトリホールディングス傘下の大手小売企業である。2016年現在、店舗数は58店舗を数え、主に首都圏と一部関西に進出している。 事業は主に家具専門店とホームセンターである。かすか市で創業しており、かすか市には、同社では、唯一本店の店舗名を使用している店舗、島田だしかすか本店がある。ホームセンターでは、家庭用品、ガーデニング、インテリア、ペット用品、DIY、レジャーカー用品、照明器具など幅広く販売している。ファニチャー事業では、ベッドリビング、ダイニングルーム関係、 収納ダンス、ファブリック、カーテン、カーペット等のインテリア雑貨、小型家具などを販売する。価格帯はリーズナブルなものから、高級なものまで幅広い。ゴーは、島ただし、S さん、ホームズで運営している。主に、ホームセンター単独店舗や家具専門店と、ホームセンターの複合店では、島ただし、S さん、家具専門店単独店舗や、大型店舗では、 ホームズで運営している。広告等では、スマートフォンの略称である、スマホをもじった、スマホを使用している。上記の通り、家具専門店や、ホームセンターだけの単一店舗から、家具と HC、AH、の複合店、インテリア雑貨やエクステリア、リフォームまでトータルに扱う総合的な複合店まで、あるので、買い物に行く際には確認のこと店舗、チラシ情報。店舗によっては、 フードコートや医療品店、食品スーパーなどの外部テナントも入居しており、ショッピングモールとして機能しているところもある。2020年10月2日、ホームセンター同業の DCM ホールディングスが TOB を実施した上で買収することを表明した。しかし、2020年10月21日に同業者であるニトリホールディングスが島忠の対抗 TOB を検討していることを、 明らかにした。ニトリによれば、島正も含め、企業の合併、買収を通じた成長の可能性を日々検討していることを明らかにした。これについて、島正は、具体的な提案は受領していないとコメントしたが、2020年10月29日に、ニトリから、経営統合に関する意向表明書を受領し、ニトリ側の提案を検討した結果、 2020年11月13日に DCM との経営統合計画を撤回し、ニトリホールディングスと経営統合することを発表した。その後2020年12月14日に DCM ホールディングスによる TOB が不成立になったことを発表。2020年12月29日にニトリホールディングスによる TOB が成立したことを発表。なお、 ニトリホールディングスの提案資料によれば、TOB の成立後も、島忠の本店所在地、商業を維持する5年間は、島忠の従業員の雇用を維持するニトリとは、価格帯の異なる家具の取扱いは続ける、などとされていた。ただし、店舗名称については、経営統合後の2021年6月には、島忠ホームズ宮原店がニトリと融合した。 ニトリホームズ宮原店に改装されている。島忠氏は、ドリームベッド社とベッドの共同開発などを行い、米国で1931年に創業され、全米ホテルベッドシェアナンバーワンのサータ社の商品を扱っている。の機能性で大きく分けて5種類を販売している。なお、サータスーパーペディックにも固めのものとソフトなものが用意してある。またこれらは、ファイアブロッカーという、 2005年1月1日、アメリカカリフォルニア州に適正されたマットレスの火災に対する安全性基準、防災基準 TB-603 をクリアした難年仕様のものである。またその他にもフランスベッドシモンズベッドなどとも共同企画でオリジナルマットレスを開発し、メーカーのカタログ商品にはない商品を店頭にて取り扱い、 価格もカタログよりも低い値段で提供している。手作りや素材にこだわる、業界最用手の家具メーカー仮目の製品を展示、販売する仮木ギャラリーも各店舗で展開している。いずれも、島正しホームズの店内に、島正しがフランチャイジーとして加盟し出展している。T ポイントに加盟している。島正独自デザインの T カードを発行しており、ポケットカードとの提携による、 クレジットカード一体型カードもある。いずれも連結子会社であったが、経営資源の集中と経営の効率化のため、2007年9月1日に株式会社、島忠氏に簡易吸収がペースされている。ありがとうございます。